ありがとうございます。どうもご無沙汰します。本当にどうぞおかけください。はい、ですね、なんとまあ原発立地のお膝元である双葉町の町長をなさっている、井戸川町長にお越しいただきました。はい、本当に今日はありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。あのまず、原発のあった福島第一原発のあった、まあ、町ですので、まあ、原発すごく推進してきたというイメージが勝手にあるわけなんですけど、いやここに登場する推進してきましたよ、ね、うん、だけど、うん、その反面ですね、安全の確認は常にしていました。うん、安全の条件のもとにこれは推進してきましたのでね、まあ裏切られたこの思いは強いですね。安全だ安全だってずっと言い切ってきましたから、今安全でなくなってですね、なんかあの放射能のゴミ置き場、これに双葉地方を選ぶという信じられないですね。自分たちが出しておいて、出された双葉軍民が喜ぶはずはありませんよね。そこに住めないから今不便な思いして避難生活してるわけですよ。学校も職場も役場機能も全て壊れた状態でですね、いち早く放射能のゴミ置き場作れと、全く信じられません。そんなことを言う立場の人でない人がですね、もっと違う方がですね、あの言われればまたちょっと心も動くかもしれませんけども、責任取らなければならない人がですね、ゴミ置き場にしろっていう、こんな話は私は聞くつもりはありません。うん、民主主義のルールとか常識の世界がね、ちょっと今壊されてますよね。うん、まあ、先ほどのですね、あの首長会議でも山本幸太郎さんがおっしゃってましたけれども、まあ、新年早々ね、あの野田総理のあの会議の席でも、それこそ双葉軍の人間にね、が国民だと思ってるのかということで、まあ、実際に本当にですね、避難したまんま、しかもまあこの間お目にかかった時もおっしゃってましたけど、何かこう政府がね、避難所の場所とかを用意してるわけじゃなくて、結局まあ独自にこう探していくようなあの状況がありましたし、それから、まあ、あの避難する時も最後までまあ残ってですね、あの、まあ、爆発するところまでこう、まあ、ある種見られたというかいう状態だったわけですけれども、はい、まあ、その避難の時とかですね、どういうこと、まあ、つまり安全だと思って推進してきたわけですよね。どういうふうなその津波が来て、その日っていうのはどういうふうなことをお感じになったんですか。はい、地震の時車の中にいました。今までにない地震の長さと大きさですね。もう瞬間的にこれでは持たないな、発電所はもうダメだなって、そういうふうに感じました。まあ、それから祈るように無事であってほしい、何でもなくてほしい、祈るようにしていました。でもやっぱり現実は正直ですね。あれだけ大きければ壊れますよ。それをあれほど言ってるんで、本当に止める、閉じ込める、冷やす、この機能って持つんだろうかっていう気持ちは半分半分でしたね。だけどかえって住民の避難の状況を見て、いろいろ避難所を回っている時に夜ですね、3キロ以内の住民は避難してくださいという指示が出ました。ああやっぱりなという思いでした。で次の日12日の午前5時44分に政府から避難指示出ました。はい、やっぱり相当なもんだなという思いでしたけども、今後出しで最近になって公表を控えてたとか、そういう話が出てきましたね。はい、もう当時は250キロ圏内まで避難するかもしれないっていうようなね、いうようなことを言っておきながらですね、はい、今最近ですよ、メディアでそんなことを、はいはい、10ヶ月経ってます。ああいう話聞くと本当に憤り、ものすごいあれですよ、
もうなんて言っていいか、政府が信じられない、なんと思ってんだ、我々をどういうふうに思ってんだという意味で、野田総理には国民と思ってんですかという質問をしました。まあ、総理もこういう質問が入るとは思ってなかったんでしょう。でも、まあ、総理の本心だと思って私聞きました。大事な国民ですって言っていただきましたので、今後ですね、各方面には大事な国民として我々被災者を扱ってほしいなと、そんなふうに思います。まず第一に被爆がですね、もうこれほど放置されてですね、いるということは、これは許せません。私は12日の1号炉の爆発の時にまだ双葉町にいました。町民の避難誘導をしてました。爆発音、最後のあれですよね、ヘリコプターで逃げる方とか、そういうのあの辺も入ってますね、バスで、 私はバスで誘導してたんですけども、あの爆発聞いた時に、いや、やってしまった、最悪だな、でその後間もなく空から放射能を帯びた塵が降ってまいりました。もう黒いんですか、やっぱり。いやいや、建物に付随する保温材とかそういったものが、あ、塵なんですね、ゴミになって降りてきたんですけども、これで終わりかなっていう思いをしましたね。だから、その時っていうのは皆さん、なんか防護っていうのはどうなんかされてるの？ある程度知っている人と知ってない人いました。間に合わなくてできない方もいました。車椅子に乗ってる方はしてませんでした。でも毛布をかけたりなんかして遮蔽はしてたんですけども、やはりあれほどひどいっていうのは私らには情報来ませんでしたので、まあ、後になってあのひどさ見た時に、なんと我々を本当に思ってんだろうかっていう思いありますよね。これで終わりかなと思うことってね、それほど人生にありませんけど、あの時は非常にものすごいショックでした。これで終わりかっていう、その政府からの情報って言いますか、そのどの程度の、ね、事故の規模で避難 の情報っていうのは双葉町にこう刻々と入ってきている状態だったんですか。どういうような情報の入り方だったんでしょうか。決まりではですね、オフサイトセンターで国から情報が常に町長に来ることになってます。通常の訓練では必ず町村長には政府の方から情報がタイムリーに入ってきます。しかしそれは通常の訓練の時だけで、今回は機能しませんでした。電源がない、場所が違う、もうテレビカメラで会談なんかできるわけありませんよね。だから訓練そのものがですね、全くこういう状況に即応した想定をしてなかったですね。ありません、何にもないまま川俣町に避難をかけました。それも、まあ、後ほど、ね、スピーディーなどでこう逃げるルートの方に、ね、公開されてなかったことで放射能が行ったりとかっていう、双葉町の方々含めてですね、浦見江とかもそうですけれども、大量の外部被爆をし、その後もですね、町長は結構内部被爆の問題なども、ね、非常に懸念されたりとか、定量被爆についても、今おそらく関心持っておられると思うんですけど、10ヶ月この政府の対応といいますか、一貫してこう怒りいろいろあると思うんですけれども、どういうふうにこう見てらっしゃるでしょうか。政府が対応してるんでしょうか。対応されたとは思ったことありません。一度も対応していると思ったことはありません。この被爆問題は依然として放置されたままですね。一番は放射能が恐ろしいから逃げてるんですけど、そのことに関してはもう完全に放置されてですね、何なんだろうと、我々一体何なんだろうと、そういう状況ですね。こんなこと言ったらもう失礼かもしれないんですけど、実は双葉町のが埼玉県の埼玉アリーナに避難されて、そして今家族高校に行ってるんですけれども、
あのこれは単なる、まあ、噂ベースではね、うん、双葉町は原発立地があったから、うん、特別な手配があって、うん、それでその埼玉までこう逃げて、そういう、まあ、他とは違うんだと、むしろ恵まれてるよみたいなことが噂に流れてたりとかしたんですけど、この間お話聞いたら全くそうじゃなかったということが分かって、はい、実情は違ったんですよね。はい、占領権持って私自身が動いてましたから、もちろん双葉にいてその爆発の時も占領権持ってました。どのぐらいだったんですか。いやもう桁は忘れましたけど、通常の状態では測れませんから、何桁か上へ上げて振り切れて上げていました。もうそれどころじゃなかったですね、うん、もう起きちゃってるわけですから、うん、早くこの場を去らないといけない、うん、もうすぐ振り切れましたから、うん、でそんな状態でもそれを思ってずっと行動していました、うん、それから川俣町にいてもテレビを見てですね、何回か徹夜しました。職員を休ませても私はもう徹夜してですね、状況をずっと見てました。もちろん占領権も窓際に置いてですね、見てました。本当にしょっちゅう見てましたね、占領権で。3号路が爆発したらば、はい、川俣町も占領が勢い高くなってしまった、そういうことでですね、このままでいたらば政府は正しい情報をくれないだろうと、じゃあもうより遠くの方いいというふうに思いました。余裕を持ってですね、避難した方が少しずつ避難するよりも住民の疲労も少ないだろうし、役場の職員の疲労も少ないだろうし、そういう思いで一気に遠くに出たんですね。これは全部自分で判断して決定しまして、埼玉に来るにあたってはですね、議会に相談なかったって議会から非常に叱られましたけど、これは謝りました。申し訳ないっていう、独断でやりましたっていう。だから皆さんはですね、どう思われてもですね、ここは町として町民を安全なところに誘導するためにですね、何を言われてもしょうがないと思いますけど、事実はそういうことです。被爆を避けるために埼玉までその時の判断で移動されてたとは、うん、本当によもや想像してなかったので、うん、でもまあその段階でそういう、まあ、遠くまで行かれたというのは本当に私から見れば正しい判断だと思うんですけれども、先ほど仮置き場の話をされました、うんうん、で会議も欠席されて、うん、はい、なんか他の双葉郡 の, まあ、メンバーの方々も次回はぜひ町長に出ていただこうということで決定したそうなんですけれども、これねやはりこう会議に欠席されるっていうのも、うん、まあ、並大抵のことではないのではないかと私はまあ想像しているんですけれども、うん、これもやはりご本人の判断で、まあ、どういうお気持ちでその会議を欠席されたのかお聞きしたいなと思ってるんですが、会議の持たれ方ですね。最初に会議を持つときに何の説明もなくいきなり始まってですね、第1回目の会議の時は、まあ、細野大臣を迎えての説明を聞くということでした。その時会議を持つにあたってですね、前段で私はやり方がおかしいよと注意をしましたけど、そのまんま続行されたんですね。なるほど。私の意見は全然通らずですね、続行してしまったと。したがって私が参加するべきものではないというふうに考えてますので、これは議会もですね、双葉町の議会もそのように判断してますので、今後会議には出席することはありませんので、そういう見方をしているのは勝手な判断だと思いますね。やっぱり民主的な手法でですね、十分町長一人で決めるわけにいきませんので、これはもう人形峠の事件ありますね、残土事件。あれは国がですね、人形峠の住民と裁判で争ってるんですよ。その団体がですね、今後なんか関わろうとしてますし、現に除染の仕事には関わってますね。そういうことがこれから起こるであろう中間貯蔵施設の在り方について、やはり全体的に見ていかないとですね、国のやり方がですね、将来また人形峠みたいなことで我々のやがての子孫と争い事を起こすようなことを今選択するわけにいきません。
一番の被害者っていうのはやはり東京電力が完全に安全だということを履行していればですね、こんな風にならないんですよ。その加害者がですね、自分の責任のもとに放射能の対応をすべきだと思うんですよ。それをしないで我々がですね、住むところも歴史ある町を奪われてですね、こういう流浪の旅人になってですね、いるこの現状でどうして双葉町に、双葉地方にそういうものを受け入れることができるでしょうか。多くの双葉郡民の皆さんは悔しい思いでいると思いますね。汚染が一番ひどいところだからという定義でこんなことで受け入れる何者もないと思うんですよ。受け入れなければならない、立証していただきたい。我々にそういう責任あるのかどうか、責任私たちにはないと思ってるんですよ。やっぱり東京電力が自分の責任において全部引き受けて、そして処理すべきものと思ってますので、全然今のやり方に関してはですね、歩み寄るということはできません。責任の所在をはっきりしてもらわない限りはですね、今ですね、双葉町長、双葉町の人たちというのは、家族高校のところにまだ大勢の方が住んでいらっしゃって、これは別に双葉町だけじゃなくてどこも本当に仮設住宅で、目処が立たないままですね、この見通しというのがどういうふうに暮らしていくかと。で、一方では政府の方は線量低いところへ戻っていただくというような、そういった政策もね、進めようとしています。住める環境というのは日本の法律では1ミリシーベルト1年ですね、そういうふうになってるんですけど、今度の示される案というのは20ミリシーベルト以内は住めということを言ってますね、これはそういうことを言う人にですね、まず住んでもらって安全を確認させていただきたいなと。まず先に住んでください。先にそういうことを言う人間は行って住めと、家族も含めてですね、住んでみろと私は言いたい。それだって当然でしょ、安全だって言い切る人にはそれを示していただきたい。実際ですね、双葉町町長としては、なんか例えば今後ね、とにかく町自体は今もう汚染されちゃっているわけで、しかも町長は今のその除染のやり方は技術的に確立十分してないので、除染も積極的に進めようという立場を取られていらっしゃいませんよね。放射能を勉強すればするほどですね、怖いもんだなと思います。今公表されているセシウム、これだけではないんですよ。ストロンチウムもプルトニウムもその他も全部出てるんですね。最近はヨウ素まで反応してます。そういう状況、新年早々から、効果物も増えたりとか、さまざま心配、4号機の問題もあったりして、そうですね、4号機は非常に私は心配しています。なんか安全なことを言ってますけど、現場は相当深刻だと思いますよね。4号機の取り扱い誤るとですね、もっともっと広い広範囲のところがですね、避難しなければならないと、そんなふうに思うんですよ。なるほど。だからその除染っていう事態がですね、本当に住める状態のことが今の技術で確立されるだろうかと。それからたとえうまくいっても原発の中は収束してませんから、もう逆に言うと進行してます。危険がもう増してますので、どこに燃料があるかわからない状態ですよね。なのに除染って本当に今やるべきか、そういうことも踏まえてですね、私はちょっと待っていただきたい。もしうまい技術が開発されてやればきっと確実にできますし、もっと安い値段で税金を安くしてですね、やれるだろうと。だから双葉町は焦らないからいいですよということで、今やらないように言っています。逆に言うと、あれだけの除染費用のことを考えれば、もうちょっと避難政策でより良いこう、生活というかね、いいことができるのではないかなと逆に思ったりするんですけれども、双葉町の多くの町民はですね、そのように考えてますね。
例えばですね、その私なんかまあ除染費用って本当に1世帯あたり600万とかかかったりとかしていまして、まあ、今、まあ、とりわけその加須高校とかにいらっしゃる方、あるいはまあ仮設とかいろんなとこ入ってらっしゃる、もうちょっとその何かその道筋を、ね、政府なりがこうつけてくれるべきなのではないかと思うんですけど、町長としてはそのあたりどういうふうにお考えになっていますか。今プランニング中です。それもう避難所仮設借り上げ全てそう長く持たないと思うんですね。だから仮の町をですね、まあ、どういう形にするか分かりませんけど、まだこれは町民の皆さんに選択をしていただきますので、まあ、その辺が分からないというだけでですね、いろいろ検討中です。町としてはどっかにですね、一休みできる、安心して子育てできる、あるいは学校に行ける、まあ、職場が少しずつでもですね再開できる、そういうことを踏まえた町づくりを今立ち上げようとしています。それはなんというかちょっと今までの日本の歴史の中ではあまりちょっとこうイメージがつかないというか、まあ、ある意味その例えばあるとしたら、例えば阿生銅山鉱毒事件の後の北海道の移住であったりとか、まあ、そんなにケースがないんですけれども、ただね、双葉町もそういう意味では何か新双葉町って言ったら変なんですけど、何かそういうものが必要なのではないかと私は思ってるんですけど、やっぱり、まあ、そういうものになるんですか。はい、これはですね、昨年の4月からですね、この問題については検討を始めております。長く持たない、仮設に入れって言われるようなね、原子力発電所を誘致するときにそういう約束もしてません。住民もそういう思いはありませんので、なんで私たちが仮設に入らなければならないかっていう、そういう思いの住民も多くいますので、そんなに長くいることができないなということで考えてました。したがって、まあ、どういうモデルになるか分かりませんけども、日本では数少ない事例になることは確かですね。まあ、本当に、ね、そういう形で、ね、ある種まちづくりというか、新しいそういったことを、まあ、仕掛けていくというか、訴えていかなければ状況は本当に良くならないし、こう住民の方の認識としてはやはりこう双葉に戻りたいという方も多いんですか。あ、いますよ。やっぱりもうね、こういう話もなんですけども、死ぬんだったら双葉っていう方もいますよね。やはり高齢の方っていう感じなんですね。でもやはり子育てとか若い世代はそうではない。もう全く逆ですね。戻らないっていう、放射能の度合いを見てですね、将来のまあ4号機の将来もまだ定かではありませんけども、そういう最悪のことを考えてですね、まあ安全なところを用意したいなと思いますね。まあ、その江戸川町長の場合ね、その自分のところの町 の, 町, あの町のお子さんだけでなくて、まあ、福島全体の、ね、子どもたちの受け入れを、まあ、今回首長会議の参加された方に、まあ、別室でお願いされたということなんですけど、この問題も大事な問題だから、今後の活動の中で検討していただきたいという話をお願いしました。各自治体ですね、我々福島県内の自治体じゃなくて、もう東京近郊の自治体の皆さんにもよくこの事実を分かっていただいて、うちで引き受けますよとかですね、あるいはそのもう少し大きな組織の中で、おいでおいで、そんなにして我慢しないでおいで、何にも心配してなくてもいいよっていうようなことをですね、できないだろうかと、そんなふうに今お願いしてきたところです。あと義援金ですけど、義援金っていうのはもう自治体に入れるんじゃなくて、直接そのような方に使っていただいて、安心してね、子どもを避難させることができるような環境を今の日本ならできると思うんですね。これを我々が呼びかけないがためにですね、気がついてないこの、まあ、我々以外の自治体ではですね、こういう問題に気がついてないんではないんだろうかということで、より多くの自治体に現状を理解していただいて、取り組みを始めてもらいたいというふうにお願いしました。ただ福
島の首長さんの多くはそうでもないというか、私が見た限りやはり帰ってきてほしいということで動いてらっしゃるんですけど、そこら辺はどういうふうにお考えですか。いや、価値観の問題かなと、そんなふうに思ってますので、私は命の方が大事だと、今は健康を考える時期だというふうに思ってますので、コミュニティが壊れるとかですね、人口減とかってこれは次元が違いますね。一番大事なのはそこの住民の健康なんですね。だから当然食い違っててもいいと思うんですよ。でも私はね、訴え続けたい。とにかく今は女性よりも子どもたちを避難させる、もう手遅れに近いけども、それでもやっぱり避難させるべきだと思うんですよ。女性って完璧にできるにはもう相当の時間とお金かかりますね。それを待ってられないんですよ、子どもたちは。待たせてはいけません。親の責任で、子どもにはできないことを親が選択してあげないといけない。だけど親もいろんな事情で選択できないんであれば、日本国中ね、世界中で助けていただきたい。本当にそれこそ健康の、ね、調査なども、まあ、積極的に、ね、こうやって、はい、ね、いきたいということで、なさっていますけれども、双葉町でも、ね、まあ、独自にされてますよね。独自でやりますよ。どんどんとやりますよ。例を求めるとかですね、例があるかとか、政府がやるからやらないかとか、福島県がやるかやらないか関係なく、双葉町これからどんどんやっていきます。そういう意味ではね、まあ、本当に置かれた状況厳しくて、まあ、だからこそいろんな決断を求められて、もともと原発推進っていうね、まあ、立地にあって、そういうふうに、まあ、信じてやってきたっていう、お立場でもあるし、まあ、多分町民の方々もね、そういうことはまあ支えられて、で中にはもちろん今でも働いていらっしゃる方いっぱいいらっしゃるわけですよね、東京電力で、はいはい、福島第一原発の中で。そうなんですよ。町民のね、息子さんが原発で働いて、当時ですね、ちり紙にね、遺書を書いたそうです。そのぐらい現場はね、逼迫して使命感に燃えてやってきたんですよ。それを思うとですね、今回の収束宣言というのは一生懸命命がけでやってきた人たちの気持ちが入っているんだろうかと。本当に今の政府はですね、ああいう人たちまで心をね、通わせて今の政策をやってるんだろうかと思うとですね、全く私はね、疑問だと思いますね。心は我々のところに心ないと思いますね。もし政府にも心があればですね、なんとか中間貯蔵施設を作れというよりもですね、そんなことやってる時間がないわけですから、避難をさせて安全なところに避難させるべきなんですよ。だから避難したい人は勇気を持ってね、行動に移してほしいと思います。あまり結果を心配してですね、行動を躊躇するよりも、もういいんじゃないですか。みんなで抜粋時代貸し切って、行くとこ分からなければ、永田町 の、 議員会館の地下ものすごく広くて便利ですよ。地下に籠城すればいいんですよ。私は前から思ってました。双葉町行くところなければここだなと、いろんなこと考えてましたよ。ツイッターでいろんなコメントが入ってるんですけれども、まあ、中には厳しいご意見の方もいて、やはり推進してきた地元自治体の長としての、ね、責任はどうなんだっていうようなことがあって、まあ、今回、はい、脱原発原発世界会議ということで、まだまだもちろんどこの自治体もやっぱり地元立地はいろいろ交付金の問題とかいろいろあるんでしょうけれども、やはりこう推進から降りれない。それは各町の首長さんの判断になると思いますけども、私は補助金が心配、交付金が、今後の交付金が心配、それ以上に町民の生命の方が、財産よりも生命の方が今は大事だと思うんですね。だからこのように声を大にして言ってます。誘致した責任、これはどういう形で今後表せばいいのか分かりませんけども、ないとは申しませんが、その責任の、責任逃れするわけではありませんけれども、
私が町長に就任してから東京電力と原子力安全保安院に対しては安全の確認、安全のための経費はケチらないように、原子力発電所に使うお金はケチらないように常に申し上げてきました。原発は危険なんだから絶対事故は起こしてもらっては困る、これは言い続けてきました。もう保安院の地位のある方、東京電力の役員さん、所長さんにもずっと言い続けてきました。だけど安全ですということを言い続けられたためにですね、大丈夫かなって私も思いながらもですね、やはり安全に対する取り組みはちょっと手ぬるいなという思いもしながら来たんですね。だから放射能を、まあ、県内にあるいは全国に撒き散らすことになったことについては、これは立地して私どものところが事故になりました。しかしこれはたまたま事故になったならないところも運命共同体として共同の責任をどう取るかということの議論に置き換えていかないとですね、私がこの場で、お詫びをするという問題ではないという、全体としてこの原発を誘致した共同責任ですね、この議論をしていかなければならないと考えております。誠に、放射能の問題は直接健康に影響しますからね、私も心は痛めております。放射能に戦う、あるいは放射能に、対して頑張るということは言ってほしくないなと思います。こういう状況になっても東電の放射能というのは、あのフェンスから出たものは東電の責任ではないということの法律があるということも全国の国民の皆さんに聞いていただきたいと思います。無臭物という、ね、判決がまあ出ましたよね。とんでもない解釈ですよね。明らかにあの原因は分かっているわけですから、そういう法律があること自体が我々を苦しめるんですね。今すぐ改めていただきたいと思いますね。例えば所沢のあの梅園のダイオキシンの問題、はいはい、それからあの中部地方の四日市公害訴訟とか、はい、いろんなところの事例がありますけど、それはみんな自分の敷地外に飛び散ったことで、みんなそれはあの地元民が何らかの形で勝訴していると思うんですね。しかし放射能においてそういう法律がないから、あのフェンスの外はそれぞれの責任において片付けなさい、こんなことが許される日本社会はですね、あってはならないと思いますね。これについては憤りを感じています。今すぐ直していただきたいと思います。多くの国民は許しません、許さないと思うんですね。だからこれを見ていただいている国民の皆さんは声を上げていただきたい。私だってどうしていいかわからない、その責任の取りようもないんですね、うん、だから一緒に声を上げて、こういう問題を放置されていて安全だ安全だって言ってきた国には大きな責任があると思います。本当にまあ、今10ヶ月で間もなく1年が経とうとしています。いろいろ課題がたくさんある中で、町長としてはどういうようなことを考えながらこう問題取り組んでいこうというふうにお感じになってらっしゃるんでしょうか。まあ、勝手なことを言うかもしれませんけども、はい、多くの国民の皆さんに真実を知っていただきたい。そして人形峠の、あの残土の訴訟ですね、あのことも知っていただきたい。地元の方がですね、裁判を起こしてですね、何回も何回も裁判をやって、初めて十何年もかけてですね、やっと勝訴した、しぶしぶ国は残土処分をしたという、ああいう歴史があってですね、簡単に中間貯蔵施設を理解するわけにいかないと思います。了解はできません、うん、まだまだ
中間貯蔵施設を要求する前にやるべきことがいっぱいあると思います。これからでも本当に厳しいとは思いますけど、やはりこうある程度リーダーシップを取りながら町全体いろんな意見を聞きながら進めていくってことになるんでしょうか。その新しい町づくりだったりとか、当然町民の意見をですね取り入れてい、いかなければなりませんので、特に次の世代またその次の世代の人たちからいいね、住んでみたいねって言われるような町を作らないといけません。したがってもう若い人たちの意見を、ね、多く取り入れた形にしたいと思っています。それはでも最終的に国にとかに要求することになるんですよね。まあ、要求と言っていいのか、まあ、私はお願いしたいと思いますけども。分かりました。本当に今回こちらの、ね、会議に参加されるというのは直前に決まって、逆に言うと今本当にその中間貯蔵施設の問題もありますね。今後のこともあるから大変注目されていて、本当にまあこう言ってはなんですけど、とにかく私のイメージはレッテルが原発推進側という、ね、レッテルがもうずっとあったんですけれども、やはりこの、ね、事故を契機にこういうふうにその声を上げる首長がまあいて、でさ特に私はもう先ほどの子どもの問題というのが非常に、ね、女性よりも避難というメッセージをこうはっきりと主張されるというのが、まあ、本当に強く共感できて、そういう意味では、ね、本当にいろんなことをまたこれから、ね、取材させていただきながら、どういうふうにこの双葉町が新たな一歩を、ね、どういうふうに取っていくのかというのは注目したいなというふうに思っているところです。はい、ありがとうございます。まあ、双葉町に限らずですね、双葉郡、そしてまた県内がですね、はい、安心できるような状態を、環境じゃなくて状態ですね、それを早急に作るべきだとそんなふうに思いますし、全国の国民の皆さんにもこういう事実をですね、もっと多くの方に知っていただいて、我々を反面教師として捉えてですね、反面教師と、はい、で自分はどうしなければならないのか、自分のところにある原発に対してどう要求していかなければならないのか、これは一部の方に預けることなくですね、市民レベルで話し合っていくべきだとそんなふうに考えています。まあ、今回ですね、この海外からも、まあ、100人以上の方が参加されたんですけど、その方も皆さんです。福島に入って視察をされた方もいらっしゃるんですけども、やはりかなりショックを受けられて、まあ、世界的に見るとやっぱ福島のインパクトというかね、見よ福島っていうのはスローガンになってて、それはなんか日本の中よりも強いようなんですね。まあ、福島県内にいるとですね、このような雰囲気は味わえないでしょうね。なんかこう、なんかクローズされてしまった福島県の中ではですね、捉え方は違うと思うんですけど、まあ、世界中の皆さんに訴えたいことはですね、やはり、安全でなければならない、絶対安全でなければならないと思いますね。本当に多くの事実を知っていただきたいなと思いますね。それと同時にですね、我々は世界最大の原子力発電所の事故の被害者になったと思うんですよ。私ばっかりじゃなくてほとんど多くの方がですね、これを世界中が見てるということも政府は考えてやらないと、私どもをなんか強引にですね封じ込めてしまうとか、あるいはなんかいい加減なことで手を引いてしまうという、そういうことができないんだよということを政府関係者は分かっていただきたいし、本当の事故の責任者っていうのは内側って、職場があって、そうなんですよね、普通の生活してるんですよ。お正月の時のね、新聞で本当に思いました。自分自身もまあ暖かいですね、家の中でお雑煮とかおせちを食べて紅白見たりなんかして過ごしていると、多くの方がね、しかも心配の中お正月を迎えたんだなということを本当につくづく思って、まあきっと確かに東電の社員の方も経産省の方も文科省の方もきっと素敵なお家の中で美味しいおせちを食べたんだろうなっていうのをすごい改めて感じたんですよね。日本にね、正義があることをね、
示していただきたいですね。で、原因を作った人、原因を見逃してこういう事故を引き起こした人はやはり職場を去るべきだと思いますね。まあ、その中で原子力安全委員の人たちが企業から献金を受けたと、それが何が悪いんだって今開き直ってますね。彼らは完璧に犯罪者ですね、加害者ですよ。ああいう方は私の目の前から消えていただきたい。そして本当に心配される方が我々の再建のために心配をしていただきたいと思いますね。あの方たちがいる中で再建をなんとかしようとか、我々に対して面倒見ようと、でも心は私は通ってません。そういう意味ではね、日本もストレステストをやって再稼働しようとか、あるいはその海外へ その原発の輸出という意味では、先ほどおっしゃったように安全という意味ではその最大限の安全を配慮しているとは到底思えない中で その政策がそちらの方はかなりスピーディーに進んでいくということは、やっぱり果たして国債がですね、外国の方はそれを認めるだろうかと。かえってそんなことをやることによってますます日本が信用されなくなってしまうんではないかという、全てがですね、日本が全て悪いということになったときにとんでもないことにつながってしまう、そういうふうに感じます。だから無理をしてはですね、どこか今回の事故みたいにほころびます。無理をして原発を輸出しようと思っても世間はそんなに甘くないんじゃないでしょうかね。心配してますよ、逆に私は。本当にそういう意味では最後の事故にしなければならないというのも当然ですよ、ね、当然のことですしね、推薦してきたからこそ言えることってあると思うんですよ、つまりその反省のもとに立って今変えていかなきゃっていう、ね、立場ですから、こう発信していただきたいなっていうのは私は12月にお目にかかった時にすごく感じたんですよね。そのような力あるかどうかは分かりませんけども、真実は伝えていって歴史は正しく残したいなと、それが私の役目かなと思ってます。外部から恣意的に動かせることは刺されることはですね、これはあってはならないと、そんなふうに思ってます。分かりました。今日は本当にありがとうございます。いいえ、またぜひ、ご出演いただければと思います。本当にありがとうございました、今日はありがとうございます、はい。